机で野球。はい、ということで本日は机で野球をしてみます。以前やった消しゴム落としなどのシリーズ作品。それじゃあ早速練習試合を同心に帰り、レッツプレイプレイボール。まずは後攻、守備から。このスタジアムが机なのね。さあ初球、どんなボールで行く？カーブだ。アウト。お、打たれたけどナイスアウト。この調子で次も変化球、逃げるボール。バッターシャーペン。お、今のは見事な球。素晴らしいコースに飛んだぜ。変化球からのストレート。で打たれたー。でも運よくアウト。で、そこで止まるんかーい。止まった時はルーレットで決定。あら、結局アウトなのね。さあこれで2アウト、残りワンアウト。いい感じいい感じ。お、今のは完璧ボール。相手が振ってくれて助かったな。頼む、アウト来い来い。イエーイ。これでチェンジ、今度はこちらの攻撃。チェンジ。さあカットバスでホームラン。いった、アウト。で、アウトかーい。残念、当たりは良かったがコースが。今度こそアウト。うそーん、全く同じとこに。今の入ってたか。おっと、まさかこのコースは。危なかった、ギリヒットに。ここでようやく初出塁。でも速攻で終わったー。あそこに球が吸い寄せられている。チェンジ。切り替え切り替え。第1球、ここは直球勝負じゃ。見事、ふ、いいコースだった。次はどんな球で行く？カーブじゃじゃで打たれたー。でも当たり損ない、ルーレット。残念ヒットに。ま、マジか、アウトの方が多いのに。てかバッター、ペンのくせに名前かっけー。そしてミスった冒頭。今度は良いコース、押し押し。さあこれで追い込んだ。ナイスピッチング。ワンアウト。二人目、ケーキ漬けに直球。テイラーなのにアウトになったー。机野球、こんなこともあるのか、ちょっと面白いな。このまま一気にチェンジだぜ。アウト。惜しい、一球で仕留めたわね。さあ、今度は得点が欲しいところ。これは来たんじゃないかって。超ギリギリでアウト。あと1センチ左ならホームランだった。残念。今度は左側を狙って。押し、相手に当たったが運よくヒット。この流れでいけるか。アウト。マジかー。完全にホームランコースだったが、最後の壁に捕まった。危ない危ない、またあそこでアウトになるとこだった。そして今度こそ正真正銘ホームラン来たー。綺麗に抜けました。一気に3点追加。このリードは大きい。押し、さらに追加点を狙いに。ヒット。お、いい当たりだったがただのヒットか。まあオッケーオッケー。アウト。残念、ここは守備の網に。チェンジだが、次守りきれば勝利。逃げ切れるかな。おお、危なかった。ホームラン打たれたかと思ったわ。ふふ、このコースは打てまい。お、ラッキー、相手が振ってくれた。ここで仕留める。いや、さすがにこれ振るのはどんだけー。うん、なんかラッキーアウトいただきました。バッター、アウト。これでついに残りワンアウトで勝利。ファール。なんか相手めっちゃ振ってくれるな。でもさすがにこれは振らなかった。デッドボールはない模様です。止まった、運命のルーレット。
した。アウト。ゲームセット。ということで見事大勝利。このゲーム、エディットでチームを作れたりもするので、次回は主チャンネルチームを作りやる予定。ってことでまた次回。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。